こんにちは、こんばんは、りょうです。今日は最近あんまり頻繁には動画を投稿できてないんですけど、久しぶりに動画を投稿しておきたかったのと、あとまあ視聴者の方に伝えしたいというか、まあ告知みたいなもんなんですけど、まあこの間先月からテレビの方が自分に密着というか、そんな感じで取材をしてもらえて、でまた今週もう一個のテレビの方から取材がありまして、まあテレビで自分のことが近々放送されることになりました。イエーイ。たまたま被ったんですけど、2つの局の方から連絡が来て取材を受けます。まず1つ目が、まず最初に放送される方から話すと、まあ、地元の東海地方限定になるんですけど、 CBC さんから取材をいただきました。この CBC さんの方は、まあ地元にこうこうこうで、まあ、こんなボクサーがいますよっていう、まあ、ボクサーとしての自分の紹介をしてくださるということで、この間の朝日新聞を見て自分のことを知ってくれたみたいで、その引きこもりからプロボクサーになったっていう、で病気を抱えてるっていう感じのを番組内で放送されるということになりました。でもう一つの方が、その CBC さんの後に放送されるんですけど、こちらはまあ全国の放送で、 NHK さんから自分の視線狭視症、脇見狭視症に関して焦点を置いた、そういう番組の、まあ、詳しくは後日言うんですけど、そういう番組、特にこういう自分の視線狭視症だったり脇見狭視症はまずテレビで放送されるなんてもうほとんどないんですよ、多分今までも あんまりないんですけど、それが放送されるんで、ぜひ、まあ、同じ症状を抱えている人とか、また近くなりましたら動画で投稿します。よろしければ、ご視聴くださると、嬉しいです。はい、はい。で、最後にもう一つが、まあ、先月6月27日で、まあ、自分がプロデビューしてから、1年経過しました。で試合がね秋ぐらいにあるんじゃないかって言って、それ目指して今まで来てたんですけど、まあ、おそらく9月に、試合ができるんじゃないかというところまで今、来ました。プロ2戦目のね、まあ、いい報告がまた近々できると思います。で、まあ、テレビの放送も、2局 CBC さん NHK さんから7月にあるので、詳しくは追って報告させていただきます。よろしかったらね見てくれると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。